藤井日早これは、日本の政治家、元総務官僚。自由民主党所属の衆議院議員。デジタル副大臣、内閣府副大臣。国土交通大臣政務官、彦根市副市長を歴任。2017年6月30日、米国住宅都市開発長官、ベン・カーソンの会談兵庫県西脇市出身。西脇市立西脇小学校。兵庫教育大学附属中学校、兵庫県立小野高等学校、東京大学法学部卒業。1995年、自治省入省。総務副大臣秘書官、内閣官房参事官補佐等を務め、2009年に彦根市副市長に就任。総務省を退官後、2012年の第46回衆議院議員総選挙に自由民主党公認で兵庫4区から出馬。前職の民主党の高橋昭一、日本維新の会の清水崇之を下して初当選。2014年の第47回衆議院議員総選挙でも再選。2016年8月5日、第3次安倍第2次改造内閣で国土交通大臣政務官に就任。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、希望の党が衆議院解散直前まで藤井の政策秘書だった野口以降を擁立。現職の藤井と希望の党公認の野口、無所属で出馬した佐藤康紀、日本共産党公認の新人とで争ったが、藤井が参戦を果たした。2020年9月18日、菅義偉内閣で内閣府副大臣政策、マイナンバー制度、沖縄及び北方対策等担当に就任。2021年1月19日、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種推進担当副大臣に就任。2021年9月1日、初代デジタル副大臣に就任。議員連盟等国会における主な役職自由民主党における主な役職。ありがとうございます。